皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回ついにロックマンエグゼアドバンスコレクションが発売されたということで、一からプレイしてるんですが、やはり最初の作品ということもあり、ゲームシステムや戦闘のバランスがまだうまく調整されてなく、ぶっ壊れ性能のチップがいくつも存在するので、今回はそちらを6選紹介したいと思います。最初に紹介するのはこちら、エグゼ1を代表する最強チップ、パラディンソードになります。横3マスまで攻撃できるソードとなっており、ダメージは200となってます。たかが200で最強と思う方もいるかもしれませんが、エグゼ1は敵の最大 HP が1000しかなく、終盤のボスですら600前後とかなり低め。なのでパラディンソードを数発当てれば即デリートすることができます。2つ目はこちら、ポイズンアヌビスになります。このチップは設置型のトラップとなっており、置いた瞬間から50秒間とんでもないスリップダメージを与えれて、エリアスチール後に置くと破壊されることもなくなり、対策チップを用意してなければ完璧にお手上げな壊れ性能となっています。3つ目はこちら、ガイアハンマー3になります。周りに壁がない状態で使うとどこにいても当たるチップで、ダメージも160と高め、入手も比較的楽で、スタンダードならホルダーに10枚詰めるので、攻略対人ともに最強格なチップだと思います。4つ目はこちら、メガチップのストーンマン V3 になります。敵のエリアに100ダメージの岩を5個降らせるのを3回繰り返すチップとなっております。多段ヒットするので、全て当たれば300ダメージという強力なチップになります。エリアスチールを1回使うと相手側が6マスになるので、ほぼほぼ300ダメージを与えれるのが強みとなっています。特に立ち位置など気にせずに適当に使えばとりあえず強いので、おすすめなチップにもなっています。5つ目はインターラプトになります。こちらは対人で効果があるのですが、相手の選択していたチップを全て削除して使えなくする激ヤバチップになっており、初手にこれを使うだけで相手は何もできなくなります。しかもエグゼ1は同じスタンダードチップを10枚入れられるので、これを多めに入れて相手を完封することもできます。当時大会を荒らしてた、まさに最強チップですね。最後に紹介するのはこちら、フォルテになります。能力は全敵エリアに200ダメージを与えれて、攻略や対人どちらも使い勝手のいい内容となっています。アドコレの特典で初手から入手できるので、お世話になる人も多いかと思います。ということで、ロックマンエグゼ1の最強チップ6選でした。このチャンネルでは今後アドコレの情報を提供していくので、少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。